江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら半導体の話なんですけれども、10年以内に K国は全滅するだろうと。いいね、いい響きだね。後工程が進化する半導体で K国が自爆トロする残念な理由ということでね、それでは記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。今年3月、新国上海の半導体展示会に参加した国内パッケージング装置メーカーの代表は驚いた。遠くから見て K国の社の装置だなと思ったが、近づいてみると C 国ブランドがついていたからだ。その後、国内の素材、部品、装備、元武装企業の代表が集まると、10年以内に私たちは全滅するだろうという嘆きが出た。NVIDIA のチェンセンファン CEO は、6月に台湾で開催された電子展示会、コムピュテクスで TSMC を取り巻くエコシステムは豊かで、パッケージング技術は驚異的だと述べ、引き続き台湾に投資すると発表した。しかし、HBM、抗体域幅メモリを供給する SK ハイニックスやサムスン電子に対しては、メモリ供給企業であり、それ以上でも以下でもないと一蹴した。半導体業界では、パッケージング革命が始まっている。チップを3ナノメートル以下に微細化する技術が限界に達し、ロジック、メモリ、センサーなどの多様なチップを積み重ねて性能を高めるパッケージング技術が AI 半導体や高性能コンピューティングの鍵となった。これまで軽視されていた後工程のパッケージングが今や技術革新の最前線に立つことになった。ボストンコンサルティングは最近の報告書で、先端パッケージングで価値を創出する企業を中心に従来の半導体業界の構図が急速に変化するだろうと分析している。 C 国はパッケージングの国産化に国家的な力を注ぎ、世界一のファウンドリ企業 TSMC を中心に NVIDIA や Apple のような大手テック企業が長蛇の列を作る理由でもある。 K 国はこの革命の主体ではなく犠牲になりつつある。先端技術で劣勢に立たされた K 国のパッケージング市場シェアは2021年の 6% から2023年には 4.3% に低下した。今年上半期に半導体の株式市場が好調だったにもかかわらず、国内の後工程代表企業であるネペスや花マイクロンの株価は逆に下落した。ある国内の元武装企業幹部は、K 国の HBM は好調だが、それを AI 半導体に装着する先端パッケージングは全て台湾で行われており、国内装備メーカーの10社中8社は売上が減少していると語った。産業通商社現部の資料によれば、サムスン電子と SK ハイニックスは先端パッケージングの主要な素材装備の 95% 以上を海外に依存している。先端パッケージングは半導体企業と元武装の緊密な協力が重要だ。しかし、K国マイクロ及びパッケージング学会の菅沙雲会長は、国内パッケージング企業は研究開発 R&D において研究 R がなく開発生産 D のみを行っているのが現実だと指摘している。多くの国内パッケージング企業はサムスン電子、SK ハイニックスからの注文に依存しており、メモリの景気に左右されやすく、先端技術への投資余力も不足しているのだ。 LB セミコンのキム・ナムソク代表は、先端パッケージングは顧客が求める時に開発を始めたのでは遅く、先に投資しなければならないが、中堅企業が単独でリスクを背負うのは難しいと述べた。メモリ中心の垂直統合型で成長してきた K 国の半導体業界は水平競業が苦手だという指摘もある。ある国内素材企業の幹部は、アップル向けのチップパッケージング会議には台湾のパッケージング企業 ASE 基盤メーカーのユニマイクロン、素材企業アップル本社の担当者が全て集まるが、 K 国では下請けに指示するだけだと語った。K 国の半導体産業が超融合に失敗し、技術の聴覚差を失っているという分析だ。いいな。国内でパッケージングを強化するには、場所と人材の問題も解決しなければならない。サムスン電子が先端パッケージングの研究者を K国中部のソウルから車で1時間半程度の叩きを南道天安に移動させたところ、多くが競合他社の首都圏勤務地に転職してと伝えられている。ただし、南のあるパッケージング企業の関係者は、新入社員が研修で偏僻な工場を見て失望し、すぐに退職することも多いと述べ、若者が地方に定着するには、企業の努力を超えた政府のインフラ支援が急務だと語った。ああ、田舎じゃダメだと。そう。
空気良くていいんじゃない、空気良くないのかな。はい、じゃあですね、こちらに対して警告の反応いってみましょう。そっか、大変だね。はい、それではですね、1人目、協業ができないと。これらすべては失われた5年間のムンジェイン共戦期のせいだ。147-20。なんか仲良くみんなでやろうってのが無理なんだ。ムンジェインとその支持者がサムスンを叩き、イジェヨンを投獄している間に、競争国はパッケージング技術を発展させ、未来の食料源を独占した。いつまで国を滅ぼす、売国奴たちを放置しなければならないのか、本当に吐き気がする。これも、すべて、25万ウォンで国を売り渡す、愚かな連中、野党のせいだ。98-20。世界最高の相続税が引き起こした惨事だ。台湾は2008年に相続税を 50% から 10% に引き下げ、企業が経営に専念できるようにした。我々は効率な相続税のせいで経営権を脅かされ、経営よりも防衛にばかり気を使い遅れを取った。52、相続税 10%。 イジェヨンを迫害し弾圧したムンジェインの腐敗した実績を追求し、サムスンが目標通り2030年に TSMC のファウンドリーを追い越して世界1位を走り続けるのが答えだ。28-5。ムンジェインは脱原発でも同様に渓谷を滅ぼした。17-2。渓谷の政治家たちは子孫に無益な政治闘争と分断を残している。その間に世界は変わっていた。政治家たちは無益だ。国民も目を覚まし、これ以上プロパガンダや魔女狩りに惑わされないでほしい。11-1。なんか政治的な意見ばっかだな。このニュースに歓喜している人間が何人かいるだろう。サムスンが倒れれば渓谷も倒れるという信念のもと、サムスンを潰そうとしている連中のせいだ。11-1。全国民主労働組合総連盟や市民団体が存在する限りうまくいかない。9-1。ムンジェインは渓谷企業を全て破壊しておきながら豪華な住まいでのんびり過ごしているのか。彼が残した5年間の空白によってサムスンは一流企業から三流企業に転落した。10-3。この危機の中で戒厳令のデマを流しているともに、民主党を支持する国民は北朝鮮へ行け。我々は正常な国民としてこの国で一生懸命に生きたいんだ。7-1。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。ここか。10年もあったらけ終わってる気もするが、素敵。10年なんて待ってられない。来年でもいいんやで。10年もかけなくてよいんやで。そこはパリパリの精神でしょ。そりゃ研究も開発もしなきゃ保てたないでしょ。分かっててやらないんだから救いようもない。微細化に限界を感じているのはサムスンだけだろ。相乗効果で半導体を育てるのが渓谷の仕事でしょ。サボるから外されるんやぞ。あれれ、その 3mm でぶどまりでしまくって嫌われたのどこだっけ。組み立て屋が偉そうに何か言ってますが、台湾にだってお前ら昔やらかしてるやん。水平協業以前に開発ができないだろ。苦手じゃなくてできないの間違いないなんだろ。そりゃ先進性もないし、ぶどまりも悪いし、価格競争力もない、ないない尽くしじゃね。ちょっと待て、お前らは R&D 研究と開発のどっちもやってなくて、その後の製造 M だけだろ。田舎の方が水がきれいなはずなんだけどな。どこもかしこも汚れてるんだろうな。ムンちゃんは北に経済レベルを合わせようと一生懸命だっただけだよ。魂から生まれ変わらなければ無理じゃね。ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。